こんにちは、つもりです。はい、今日はこの足ね、足の裏、この足の裏の筋肉を、まあ、緩めたりとかマッサージしたりとか足つぼをしたりとかしたらどうなっていくのかっていうことについて、まあ、簡単にお伝えしていこうと思います。で、このね、足つぼやったりとか足のマッサージっていうのはなかなか気持ちいいもんがあるじゃないですか。で、まあ、ちょっと痛いぐらいが気持ちいいとか、人によってはまあちょっとこねるぐらいが気持ちいいみたいなありますよね。で、この足の裏の筋肉って一体何してるのかっていう話なんですね。で、基本的にはこの足の裏はこうかかとからこの指先についてます。だからここが筋肉が収縮すると指が曲がっていきます。だから足の裏の筋肉っていうのは指を曲げるための筋肉なんですね。で、この指を曲げるっていうのは一体何をしてるのかっていうところなんですよ。で、この指を曲げるのは足踏ん張るためのものなんですね。だからここは疲れてくると足がこう踏ん張りが効かない、踏ん張りが効かないとバランスが取りにくくなったりとか、パワーをこう地面こう蹴るときに伝えきれなくなってちょっとロスが起こってしまうようなことがあるわけなんですよね。だから足の裏はある程度ケアしていくっていうのは大事なことなんです。で、こう立った時に自分の重心がどの辺にあるのかをちょっと一回試してみたいですね。一回ちょっと立ってもらって、そのなんていうか、自分の重心が例えばこの何やろ、足の裏の真ん中ぐらいにあるのか、ちょっとこうつま先側にあるのか、かかと側にあるのか、ちょっとそれを考えてみてほしいんですよね。で、もしつま先側にぐーっとこう体重が乗ってる、ちょっとこうかかと4、つま先6ぐらいの体重がかかった人は足の裏のマッサージが有効なんですね。どういうことかっていうと、前に体重がかかればかかるほどかかとが浮いてきます。まあ浮かなくてもそういう力が働くってことですね。で、かかとが浮くとどうなるかっていうと、指先に力が入るんですよ。反対にやってみると、かかとに体重かかればかかるほど指先の力はそんなにいらないはずなんですよね。まあバランス取るために使ったりとかもあるけど、つま先に体重かけた時よりも圧倒的に力はいらないわけなんですよね。だからつま先に重心がかかればかかるほど指先の力がすっごい必要になる、疲れやすくなるっていうことやから、よいしょ、そのなんやろ、例えば猫背の人で体が前傾姿勢になってるような方はつま先にギュッとこう体重がかかりやすいから足の裏が疲れやすくなるわけなんですよね。じゃあその足の裏をしっかりマッサージしましょうっていうのが必要なことになるわけなんですよ。足の裏っていうのは、まあ、この土踏まずの部分、やっぱりね、親指が大きい分、親指の方がね、パワーが最も強いわけなんですよ。小指の方がパワーがでっかいみたいなのはあんまり言ってないです。だからこの土踏まずの部分ね、マッサージしてもらったらいいと思います。そのマッサージの仕方についてはこのチャンネルの他の動画で上げてますので、まあ、ぜひそれをね、見てみてください。はい、以上、つもりの体チャンネル、つもりがお送りしました。それではまた。